では特集シリーズ茨城の課題です今月からのテーマは国際化と向き合うです皆さんが気になっている問題やリポートへのご意見などは画面の上に出ています QR コードにアクセスしてぜひ投稿フォームからお寄せください今日は県内に多く住む外国人の技能実習生についてお伝えします外国人関連の取材を続けている墨野記者とお伝えします 積野さん、技能実習生は茨城県内各地、農業や工業、そして介護の現場で活躍しているんですよね。はい。茨城県にはおよそ1万4千人の技能実習生がいます。かなり多いですね。はい。実習生たちは3年から5年ほどの間、現場で働きます。新型コロナによる出入国制限で、一時は実習生が足りない状態になりましたが、はい 制限が緩和され最近はこれまでより多く受け入れられるようになりましたはい、人手不足を補う存在として、まあ、期待されているということなんですけれどもどんな課題があるんでしょうかはい、多くの実習生にとって初めての外国での暮らしですはい、生活や仕事上の悩みを抱える実習生も多くしてどう支援していくかが課題となっていますこうした課題に向き合い寄り添おうとするほこたしの現場を取材しました 農業の現場を中心に技能実習生が働くホコタ市いちごやメロン、玉ねぎなどの苗を育てるこちらの畑でもインドネシア人の技能実習生が働いています深刻な人手不足が続く中 この農家にととって大事な存在だと言います。いや非常に人手がいないので、前は日本人のパートさんなんかもいたんですけど、やっぱりある程度の責任感を持ってくれるので、実習生の実習生の方が、ままあ非常に助かってます。こうした技能実習生を日本に受け入れ、 農家などに紹介する組合があります日本に来てから1ヶ月間技能実習生に日本語や日本の習慣ルールを教えその後も生活に必要な様々な支援を行っていますこれまでおよそ20年にわたり2000人以上の実習生を受け入れてきました 理事のマ・広栄さんです。これまで多くの実習生と向き合ってきた中で、さまざまな悩みに寄り添ってきました。行政の手続きとか、ええー、まあ登録とか、あと銀行の手続きとか、通信設備と通信関係の相談が結構ありますね。自分たちが外で住みたいとか、えー、どうした方がいいとか、日本語をもっと勉強したいだったらどうした方がいいとか。 こんにちは。お疲れ様です。組合では各地で働く実習生の様子を確認するために定期的に巡回しています。この日も農家を訪れて生活で困っていることなどを確認しました。うん、半年。二月からですよねす、うん。生活とか大丈夫ですか。生活大丈夫ですけどちょっと。ルニサんの生活と日本語、うんはい、日本語生活はちょっと別。はい。 イスラム人は金曜日みんなは集めます。はい。みんなは一緒にあお祈り行きます。はい。マ、はい、スク,モスク行きますね。はい。はい、でも母国たマスクがありません。悩みを話したのはインドネシア人実習生のヘルキ・アグン・フラスティオさんです。母国に妻を残して今年1月に来日。 7月には長男が生まれました日本に来て半年余り自分でテキストを使って勉強を続け日本語は上達していますがコミュニケーションにはまだまだ不安を感じています大切にしている礼拝も仲間と集まってすることが難しいなど悩みがあります 食べられる食材を見つけることにも苦労しているといいます。長期間にわたって日本で生活、仕事的なようなことを目指して、その中でいろんな課題ですね、もちろん山積みほどあると思いますが、外国人の皆さんに対して生活の方、サポートの方をちょっと目指して、えーまあ、具体的にやっていきたいなと思います。 技能実習生の相談や悩みを解決する体制をさらに強化しようと組合では新たにワンストップ支援センターの建設を進めています,、はいえーすね、ここは全,全部はまあみんな宿泊、勉強、生活できる施設になります、はい、日本で生活していく上での相談のほか行政手続きの支援や仕事に必要な資格取得の支援など さまざまな支援を一手に担う予定です組合を通じて受け入れた技能実習生以外の相談にも応じることにしていて来年4月から本格的な運営を始める予定です大工事の方一人一人を孤立させないためにあの 何が支援できるのかっていうところをきちっとあの我々が把握しなきゃいけないですしまた、こういう活動を通して配属先の企業さん、農家さんたちに外国人のことを理解していただくようなあの発信基地に我々自身がならなきゃいけない日本が外国の方たちに選ばれる国にしていくのに貢献していきたいかなと思っております。 引き続き取材に当たっている住野記者の解説でお伝えしていきます。住野さん、茨城の農業が技能実習生の皆さんに支えられている面がある。まあそうした中で、より充実した形で皆さんに力を発揮してもらうためにも支援が求められているということなんですね。はい。私は技能実習生の取材を4年ほど続けてきたのですが、VTR に登場したヘルキさんのように、母国では当たり前にできていた生活に 難しさを感じている人に多く出会いました。はい、必要な支援はさまざまです。こちらで見ていきます。はい、はいえー。まず行政手続き、それから仕事で必要な国家資格、それに運転免許や実習後の就職先など必要な支援はさまざまとなっています。はい、はい。適切な支援が行われないと失踪してオーバーステイになってしまう人もいます。かつて取材した元技能実習生は。 長時間労働と安い賃金に耐えかねて甘い誘いに乗ってしまったと後悔していました、うん、そうした不幸な結果を生まないためにも適切な支援が必要だということですね自習生の相談ですとか悩みに対してサポート体制というのは現状どうなっているんでしょうかはいこちらをご覧ください、はい、え管理団体という団体なんですけれども、えー、こちらは VTR で登場したマーさんの組合のような団体のようにですねはい 実習生を海外から受け入れて、仕事現場への配属のサポートをする団体のことを言います。はい、全国に三千六百余りあるとされています。かなり多いですね。はい、えー。管理団体の役割なんですけれども、えー、来日して一年以内の実習生のところには。月に一回訪問しなければならないということになっています。はい。はい。それ以外の実習生のところも含めまして、全部の実習生のところには。三ヶ月に一回、監査をしないと。 いけないということになっていまして、ちゃんと実習制度実習をできているかどうかということをあのチェックしております。はい。マア、はいえーまあ、さんの団体のようにですね、うん、手厚い支援を行っている団体も数多くあります。その一方でですね、こちらのように実習生からの相談に十分に応じないケース、それからパワハラやセクハのようにですね、職場の人権侵害や暴行などに適切な是正を行わないと。 いったケースもありますそういったケースが実際に確認されていて課題もある中で国はこの技能実習制度を今後どうしようとしているのでしょうかはい、より実態に即した制度に見直すという動きがあるんですはい、はい、紹介した技能実習制度もともとは国際協力として行われてきましたこれは発展途上国の人たちに技術や知識を教えると いう協力なのですが、はい、しかし実際には日本の産業を支えているというのが現状ですこうした実態に合わせて国の有識者会議は今年春新たな方向性を示しました技能実習制度を廃止し人材確保を目的とするより実態に合った制度に見直すというものですこの秋にも最終報告がまとめられる見通しですマー、まあ、さんの組合では 今後、制度が変わることで、より多くの外国人が国内で働くことになると見ていまして、それを見越して今回支援センターを作ったということです。外国人材は今や他の国との獲得競争にもなっています。そして茨城の産業は多くの外国人材に支えられています。私たちも技能実習生の理解を深めていく必要があると感じました。はい 茨城県内で身近に共に暮らすこの外国人材とどう向き合うのか私たち一人一人その姿勢が問われていると感じます特集シリーズ茨城の課題では今後もこの国際化と向き合うための特集を継続してお伝えしていきます <music>